フランシス・ジョセフ・スペルマンは、アメリカ合衆国のカトリック教会のニューヨーク大司教であり、教皇ピュース12世の数奇教である、マサチューセッツ州に生まれた。1911年にフォーダム大学を卒業したが、司祭になろうと決意して、イタリアのローマにある神学校に通った。1939年にニューヨーク大司教に就任し、この時期に、 日本や日本領土の朝鮮半島を訪問した。1946年2月18日、教皇ピウス十二世によって、数奇教に指名された。カトリック教会の中に泊まるのではなく、アメリカ合衆国の生活習慣や価値観に適応していこうという風潮が強まった。これを支持していたスペルマン数奇教は保守派と対立し、教皇レオ十三世に仲裁される羽目となった。 また、熱烈な反共主義者だった、スペルマンは、ジョセフ・マッカーシーの支持者でもあったほか、マルタ騎士団の一員でもあった。保守的な思想の持ち主であり、当時のファーストレディであったエレノア・ルーツベルトが書いた、コラムに対して、反カトリックであると求断したり、カトリック教徒として、初めて大統領となったジョン・ F ・ケネディを支持せず、リチャード・ニクソンへの支持を表明していた。 第二バチカン公会議でも改革を拒否した。ありがとうございます。